皆さんこんにちは、県知事候補の古田はじめでございます。知事に就任してから4期16年間県民の皆様と共に歩んでまいりました。まず就任して取り掛かりましたのが何といっても財政改革でございました。支出削減額は総額900億円、また不要な県有施設の売却などを通じまして抜本的な改革を進めてまいりました。平成23年度の財政状況、全国第45位ワースト3でございました。これが昨年度令和元年度には全国第3位へと大幅に改善をいたしました。成長戦略によりまして企業誘致を積極的に実施いたしました。それに伴って雇用も大幅に創出してまいりました。当初年間12件程度だった誘致数が昨年には53件と大きく成長してまいりました。これは全国ベスト5の数値でございます。また岐阜の魅力の発信にも努めてまいりました。その結果この10年ほどで外国人観光客の宿泊数、いわゆるインバウンドが11倍に伸びました。観光消費額で申しますと3000億円弱と7年間で450億円も増加いたしました。岐阜の魅力が大いに発信できたのではないかと思っております。そして今私たちに襲いかかってきているのが新型コロナウイルス感染症でございます。鳥インフルエンザ、またトンコレラ、こうしたウイルスとの戦いで培った経験をもとに今各市町の村長と連携をし医療、福祉、教育、経済、観光、各界の方々と連携をしまして様々な対策を行ってきているところであります。例えば濃厚接触者への即時 PCR 検査を徹底できる環境づくりを行いました。そして早期発見に努めてまいりました。さらに感染した方々については自宅療養をゼロにすると、この感染を広げないということで、そのための病院の病床、ホテルの空き部屋の確保に努めてまいりました。この岐阜県における検査体制あるいは病床体制、人口比でまいりますと全国トップクラスです。これらを中心とする岐阜県の対策は岐阜モデルとも呼ばれておりまして、各方面から高くご評価をいただいております。誰もが経験したことのない、まさに人類が直面している未曾有の危機が訪れております。今本当に必要なことはこれまでの取り組みの歩みを止めないことです。私の実績と経験を生かして何としても皆さんの命を守り、そして新しい日常を作り出していくことをこの場でお約束させていただきます。コロナの今を例えるならば豪雪で一寸先も見えない峠の下り坂でございます。県民の皆様の大切な命を預かっている運転中に突如として現れた新しいドライバーに変わると言われましても、とても変われるわけがありません。私はこれまで16年間県民の皆様の命を預かり守り抜いてまいりました。そしてまさにこの人類史に残るような大変な危機的な状態、緊急状態の最中に新しいドライバーに大切な県民の皆さんの命を任せるわけにはいきません。新型コロナウイルスから守る、災害から守る、地域を守る、暮らしを守る、新しい社会を作る、新しい産業を作る、新しい教育を作る、新しい地域を作る、まさにオールギフで命を守り新しい日常を作っていきましょう。
これより岐阜県知事候補古田はじめウェブ総決起大会を開催いたします。本日はコロナ禍における新しい決起集会の形としてリモートにて県内各所をつないでいるほか、 YouTube ライブでの配信も行っており、現在1000人を超える方のご覧をいただいております。 YouTube は決起集会終了後にアーカイブスとして配信されますので、ぜひお知り合いの方にも広めていただきますようよろしくお願いを申し上げます。申し遅れましたが、私は本日司会を務めます岐阜県議会議員の若井敦子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに、ご支援いただいている国会議員を代表して衆議院議員の野田聖子様より激励のお言葉を頂戴いたします。それでは野田聖子様、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました衆議院議員の野田聖子です。古田はじめ候補のこの知事選挙、私たち衆参国会議員1区野田、2区棚橋、3区武藤、4区金子、5区古谷、そして参議院の渡辺、みんなそれぞれ、ご支援いただく皆さんと力を合わせて、初めてのリモート、そして候補者もしっかりと県庁にいただくという、日本で初めての選挙をしなければならなくなりました。苦渋の選択だし、断腸の思いです。でもこうやって今日決起大会で1000人を超える皆さんと、遠く距離は離れていても、古田はじめという象徴を通じて、みんなでこの岐阜県を守り抜いていこうと、そういう意欲を感じることを、本当に嬉しく思っています。今、新型コロナウイルス感染症、これは岐阜県の問題ではありません。世界の問題であり、日本の問題であり、そして誰もが、どんなに素晴らしい政治的リーダーも、このコロナウイルスの収束、解決に向けた答えが出ない中、とにかく先手先手で命を守ることに全身全霊を使っている古田はじめ知事を変えるわけにはいきません。私は一人の国会議員を、友人を亡くしたところです。私より若くて、そして明るくて、そしてユーモアがあって、ユニセフという世界の子どもたち、貧困の子どもたちのために一生懸命働いてた男です。その人をある日突然失いました。喪失感でいっぱいです。まだまだ誰もが答えを見出せないこの中にあって、岐阜モデルというのは、政府ですら気がつかなかった自宅療養者ゼロ、そして PCR 検査を進めていく、さまざまなものを古田はじめのリーダーシップで頑張ってきたわけです。どうか努力し、結果を出したものが報われる、そんな岐阜県をこの選挙を通じて皆さんと作っていきたいと願っています。極めて厳しい選挙になりますけれども、どうか私たちを信じてください。そしてお願いですから、これからは皆さんと一緒に古田知事を中心に子どもたちのためにいい岐阜県を残していこうじゃありませんか。残すところ本当に短い時間になりましたけれども、一生懸命頑張りますので、どうか出会ってくれた皆様方にも、お一人お一人の一票一票を古田はじめとお出しいただけますようよろしくお願い申し上げまして、ご挨拶にいたします。ありがとうございます。頑張ります。野田聖子様、ありがとうございました。続きまして、支援者を代表して、プロゴルファーの森口裕子様に激励のお言葉を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。こんにちは、プロゴルファーの森口裕子です。私はアスリート目線で少しお話をさせていただきたいと思います。一流と超一流、やはり
想定外のことが起こった時の準備、怠りなくいつも淡々と粛々と準備をすることです。地道な練習は嘘をつかない。ほとんどのトップ選手がそうやって話をします。そしてもう一つ、チーム一丸となって戦うには、監督、コーチ、選手それぞれの各々の仕事、役割を間違えないということです。でも今回のコロナ感染症、私たちがどうやって取り組めばいいのか、なかなか指示が降りてこないよっていう他府県もあります。でも今回岐阜はやはり古田知事の指令のもと、監督さんの指令のもと、コーチ陣である医療関係者、本当に感染症専門の方たち、たくさんの人たち、コーチを分け合って力を尽くしていただきました。そのことによって私たちは迷うことなく取り組むことができました。一人でも感染者数を少なくすることで、みんなが助け合うこの岐阜県、本当に誇りに思います。ご支援本当によろしくお願いいたします。森口様、ありがとうございました。現在ライブ配信にて1100人の方にこの時間を共有していただいております。聞こえますでしょうか。皆様お待たせをいたしました。それではこれより古田一候補より決意表明をさせていただきます。古田一候補は平成17年に初当選以来、裏金問題に対する断固たる処置に始まり、危機的財政からの V 字回復の実現、鳥インフルエンザ、豚熱、頻発する風水害被害への迅速かつ適切な対応など、その手腕を遺憾なく発揮してまいりました。現在は人類史上まれに見るコロナ禍という未曾有の大災害に先頭に立って立ち向かっておられます。今まさに岐阜県を守り抜く戦いの陣頭指揮を取っている古田候補は、コロナ対策を優先するために遊説等の選挙戦を断念する決断を下しました。古田候補を支えるために奔走してきた支援者の思いも込めて、古田候補の岐阜県政に対する熱い思いのほどをお聞きください。それでは古田一候補、どうぞご登壇ください。皆様こんばんは。ウェブ総決起大会ということで1100人もの方々にご参加いただきました。誠にありがとうございます。まさにウィズコロナからアフターコロナへと、新しい選挙の在り方、新しい地域の在り方がここから生まれてくるような、そんな思いがしております。ふと気がつきましたら、司会者の若い先生から始まって、今お話をいただいた野田先生、そして森内プロ、そしてそのお隣におられる選対委員長の松川さん、それからこちらに私の家内もおりますが、気がついてみたら男性は私一人ということで、これまたどこにもない新しいスタイルであります。さて今回の知事選挙の出馬にあたりまして、私はコロナと戦い抜きたいと、県民の皆様の命と暮らしを守りたいと、新しい日常を作りたいと、そんな思いを繰り返し繰り返し申し上げてまいりました。そういう中でコロナはますます猛威を振るってまいりました。岐阜県としてはいわば先手を打つ形で非常事態宣言を発し、さらには国が緊急事態地域ということで岐阜県を指定したわけであります。感染する方々も急増してまいりました。多くの
国民の県民の皆様が大変不安な状態を迎えておられました。そして医療の現場では多くの関係者がまさに日夜を語らず献身的なお働きをしていただいております。この姿を見て私はこの選挙戦にあたりましてコロナとの戦いとこの持ち場を離れるわけにはいかないというふうに決断をいたしました。陣営の皆さん誰一人コロナにかかってもいけない、応援に駆けつけていただける方々誰一人コロナにかかってはいけない、そしてできるだけ密を避けてリモートを対応して、そして候補者は県庁でコロナ対策の戦いを続けると、まあ、こんな姿の選挙戦でございました。本来選挙というのは県民の皆様と直に触れ合って直に思いをお伝えする、あるいは県民の皆様の思いを直接お伺いする、そういう大切な機会でございます。この機会をわざわざ逃すということは大変残念でもありますが、同時に選挙戦として全く不安がなかったわけではありません。しかしこのコロナとの戦いの場を離れるわけにいかない、これが私の使命だと、その1年で告示以来16日間頑張ってまいりました。陣営の方々また多くの支援者の方々には大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。しかしながら皆さんからはあんたはコロナで頑張れと、しっかりとしたコロナ対策をやってくれと、それでいいんだと、自分たちが選挙をやってやるからと、選挙は俺たちがやるんだと、まあ、そういう励まし激励本当に次から次へといただきました。まあ、そうしたお力に支えられて私もなんとか今日までやってこれたような気がいたします。県内の各地に、目には見えませんが確かな心と心のネットワークがこの過程を通じて築き上げてきたのではないかと、まあ、そんな手応えも感じております。この場をお借りしまして改めましてこうした皆様方のご支援に対して心から感謝申し上げる次第でございます。誠にありがとうございました。このコロナとの戦いでありますが、今お話ございましたように人類がこれまで経験したことのない戦いであります。手探りの毎日であります。まあ、しかしながらなんとか早期発見早期隔離と自宅療養者ゼロということで岐阜県方式を貫いてまいりました。この1週間2週間の間にも病院の病室をさらに上乗せしてまいりました。ホテルの部屋もさらに確保してまいりました。この自宅療養者ゼロというこの岐阜方式を何としても貫いていきたいと思っております。そして一時は1日あたり100人を超えた感染者がこのところじわりと減り始めたような気がいたします。70人、60人、50人、今日は43人でございました。決してコロナは油断するわけにはまいりません。数字に一喜一憂するわけにはまいりません。しかし、県民挙げてオール岐阜でのこの戦いの何か力をこうした少しずつではありますが、流れの中に皆さんの努力が少しずつ形になってきているのではないかと、まあ、そんな気もしているわけであります。こうなってまいりますと私としてはあくまで最後までこのコロナとの戦いを完遂したいと、戦いを終えたいと、そういう気持ちでございます。そのためにはこの選挙戦何としても勝たなければならない、皆様の力で勝たせていただきたいと、そんな思いでございます。ふるさと岐阜への私にとりましては最後のご奉公であり最後のご恩返しかというふうに思っております。あと本当に残りわずかとなりました。最後の最後まで一筋まっすぐに私は進んでまいります。どうか古田はじめをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
古田一候補、誠にありがとうございました。ただいまは候補者による熱い熱い所信表明をお聞きいただきましたが、この間に視聴さんがさらに増えました。現在ライブ配信にて1154人の方にこのリモート早慶期大会に出席をしていただいております。リモートにてご参加いただいている皆様、本当にありがとうございました。有権生をしっかりと前進させていくためにも、豊かな経験と見識を持つ古田一候補に一層のご支援を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。それでは古田一候補の必勝を期して、リモート会場の皆さんと共に頑張ろう一生を行いたいと思います。頑張ろう一生のご発声を平野雄也岐阜県議会議員にお願いをいたします。よろしくお願いいたします。オンラインの皆様、こんばんは。今日はオンラインでの早慶期大会となりましたが、皆様の心を一つに、もう選挙戦も残るところわずかです。それでは皆様、オンライン上でもご起立ください。皆様ご準備は、あ、すいません、本当に立っていただいてありがとうございます。それでは皆様、左手は腰に、右手は顔の横に、しっかりと握り拳を握っていただいて、頑張ろう一生でお願いしたいと思います。それでは皆様いきます。古田はじめの必勝を期して頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございます。ただいまは古田県議による、あ、平野県議による力強い頑張ろう一生をいただきました。誠にありがとうございました。それでは最後に選対からのお願い事項を選対本部長の松川玲子より申し上げます。選対本部長の松川でございます。投票日まであと1日となりました。選対本部から皆様にお礼と最後のお願いを申し上げたいと思います。今回のコロナ禍での選挙は最初から大変難しいものだというふうに思っておりました。古田候補はコロナ対策に全力投入したいと、最優先に考えて公務に専心したいということで、街頭活動はしないというふうに告示日に表明されました。私どもは候補の強い意思を尊重して、若干戸惑いながらも新しい選挙活動の在り方を模索してまいりました。ご理解いただき、ご協力いただき、ご支援いただいた皆様、本当にありがとうございました。古田候補は県民の命に関わる未曾有の危機的な状況の中で選挙戦を戦う初めての現職知事だというふうに思います。選挙戦の最終局面にあたりまして、今思うことですけれども、自分の選挙よりも県民の命を守るという選択をされた古田候補を正々堂々と支持することができて、今本当に心より誇りに思っております。見ていただいている皆さんもそう思いじゃないでしょうか。今変えることはできない、変えない、その強い意志で、最後まで頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後に、古田はじめから皆様へのお願い、3点お願い申し上げます。第1点は最後のお願い動画を拡散していただきたいということです。古田はじめからの最後のお願いメッセージ動画が候補者本人のホームページ SNS にアップされております。これを皆様見ていただくように、ホームページ SNS からの動画を拡散していただきたいというのが第1点でございます。第2点目は口コミ LINE での投票呼びかけをお願いいたします。皆様の周りの方々へ古田はじめへの投票呼びかけをお願いいたします。3点目、
期日前での投票、明日です。24日は、悪天候が予想されております。明日1日ですが、期日前といっても、ぜひですね、この制度を利用して、お早めに投票をお済ませください。以上3点を最後にお願いいたします。頑張ってまいります、最後まで。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ただいまは松川玲子選対本部長よりお願い事項を申し上げさせていただきました。なお、ただいまお話をいただいたこのお願い事項は、古田はじめから県民の皆様へのメッセージ動画を流させていただきます。この動画をご覧いただき、多くの人に拡散していただきますよう心よりお願いを申し上げます。明日一日、とにかく古田はじめへの支援を一人でも多くの方に広めてください。そして日曜日には、古田はじめの名前は出せませんが、必ず投票に行っていただきますようお声掛けをどうかどうかよろしくお願いをいたします。東京に行く人が増えれば、必ず古田は勝てます。皆様、最後の最後まで古田はじめをよろしくお願いを申し上げまして、この会を閉会させていただきます。皆様、誠にありがとうございました。県民の皆様、この度岐阜県知事選挙に立候補いたしました古田はじめでございます。今岐阜県は未曾有の危機の中にあります。新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっております。県民の皆様、お一人お一人がそれぞれに苦しみ悩んでおられます。こんな時に私としては職を投げ出すわけにはまいりません。このコロナを乗り越えなければならない。何としても県民の皆様の命を守る、何としても暮らしを守る、そして新しい日常、新しい岐阜県を作り出していく、これが私の使命だと思っております。私はこの新型コロナウイルスと戦います。これまでの経験、多くの方々との絆、信頼、すべてを力にして全身全霊でコロナと戦います。思い起こせば、私が初めて知事選に挑みました時の原点はふるさとへのご恩返しでございました。今もその思いは全く変わるところがございません。ふるさと岐阜の皆様の一票をこの古田はじめに託してください。信じてください。どうか古田はじめをよろしくお願いいたします。